謎のワープ事件。2年前、父が亡くなる直前まで調べていた事件。気づかない間に町の別の地点へ突然移動する。同じ一定の距離を繰り返す。まるで何かの訓練か、実験のように。イボルバーとは超進化人類。進化を遂げた遺伝子がもたらす特殊な能力を持つものです。いつも誰かが助けてくれるとは限らない。騒ぎになっちゃうから。あなたは人を夢中にさせる超能力者みたい。奴らの組織はイボルバーを狙っているんだ。あの子追われてるみたいだった。何なんですかその組織って。ブラックスワン。同じ場所に留まるためには全力で走り続けなければならない。クイーンは走り続ける。彼女の宿命であるがゆえに。私ね、5歳より前の記憶がないの。初めから奴らの狙いは俺じゃなくて彼女にこれを見せるためだったのか。俺は誰の指図も受けない。真実を知ることが必ずしも幸せかどうかはわからない。あの日君が俺に力をくれたんだ。お前は俺に命をくれた。必ず取り戻してみせるさ。どんな代償を払おうとな。思い出せるよ、きっと。君の求めていた真実を瓶の中に閉じ込めたあの日の約束を。